ただなんだっけな、夢ってことないけど、やりたいことをなんだやれるってことは楽しいことやんだけどな。今のノベル賞 のドクターでもそうだけど、ね、好きやで やれるみたいな話でさ、うん、なそれと何だよな、自分の、まあ、キムチでも興味あるでこれの話だけどさ、そこはすごいじゃないですか。普通飛騨高原ハムであれだけ成功したらそれで収まっちゃって、なんかそれ以上展開しようって普通は思わないじゃないですか。それを今度はヨーグルトで、またヨーグルトも成功させて、そして次はキムチって。いや、それはな、何なんだよ、普通の会社で今景気が悪いでこう下がるとかさ、うん、なんとかってことは会社にはよ、うん、なんだ、CI か、コーポレートアイデンティティってやつか、うん、なんだ、会社の趣旨みたいな、その、アイデンティティって言葉は、うん、なんかどういう日本語に訳すと難しいけどさ、うん、何をやる会社とか、まあ、それ理念みたいなものあるじゃないですか、はいはいはい、な、うん、だから俺らは百姓っていう言葉で言ってるけどさ、うん、やっぱ俺は庶民でやっぱ百姓なんだよな、うん、若い頃お父さんの後を継いだ時は養豚だけだったんでしょ、うん、今でも百姓だと思うし、庶民にはこれこんな調子屋でなりきれるわけでねえしさ、うん、やっぱ死ぬまでなんだな、誇り高きファーまで俺だよ、あげる。そうすると、例えば、最初は俺は豚飼っとったやろ、うん、で、農産物ってものは、うん、全部農協へ出荷するだとか、市場へ出すとかして、うんうん、自分で値段をつけねえわけやねん、うん、だから、自分で努力してうまい肉作ったんだから、うん、これは自分で、加工するなり肉で売るなりしてやらなきゃならないって言ってここで今できたわけやろ、うん、でヨーグルトの場合は、うん、やっぱこれもまた百姓だね、うん、その根本的に思ってることは、うん、どういうことかっていうと、今水よりさ、うん、牛乳の方が高いんだで、牛乳より水の方が高いなあ、うん、本当よ、そんなバカな話ないなかよ、うん、じゃあその安いとかなんてことないし、まあ、百姓の意地みたいなのはどこだねんけど、うん、でその牛乳を使って、うん、まあ、俺チーズやったから乳酸菌のことっていうのは結構こっちのは、うん、乳酸菌の蓄積があったから、うん、子供一発でできたけども、うん、じゃあ絶品のヨーグルトを作ろうと、うん、そういうふうに思うわけよ、うん、でそういうものに興味持つと、うん、今度はネットなんかで引いて日本中のヨーグルトを全部取り寄せて飲むわけよ、ね、あ、そういう研究したんだ。研究っていうか、それで初めは何飲んでも一緒な感じやけども、うん、ある時期までこうやって飲んどると、うん、大体ヨーグルトってものはこういうものがうまいんだみたいなものが自分の舌にでベースが決まってくるわけ、うん、そこのとこで試作を始めるわけ。ほんと大体俺も乳酸菌のことはもうそういう知識があったから、うん、一発でこれだってもなできたわけよ、うん、さあ多少はその試行錯誤でやったけども、うん、ありがとう、お先に、お疲れ様です。よけ待てたか、よけ待てたか、一株ずつもらってよ。何もともったっけ、ありがとう、そしたらまたもらって、ありがとう。だから本当俺運がいいんだな、ハムの中でやった後にはポッと渡辺さんと巡り合ったりしてさ、うん、スッと立ち上がったりして、これもできてどうやって売るって言おってなんやかややりながら大事してもらって、うん、もうこれ立ち上がってもらったし、今はもう通信販売専門でやってる。いや、なことない、もうこの辺の卸もやっとるし、いろいろやっとるけど、もう800リッターぐらい作っても1日か次の日ならなくなってます、生産をしかない、うんうん、だからそうは一生懸命毎日やるのも嫌だしさ、うん、だから週に2回ぐらいやるようにしてる。いや俺金ってもんに対する執着ないもん、だからこっちもやりたいんだからよ、だからその毎日だ、ね、仕事に追われてその朝から晩までっていうのは疲れるもんな、うん、金をためることだけが目標じゃないんだよね、ためることが。んていうか、まあ生活するにはまあまあサムマネーがあれや、うん、いいら、うん、
そんなの何千万も貯めてさ、バカみたいなことやっとるとバカだねあれは、まあね、もっとだって様子変わんねえやつよ、金は使わんねえ面白ねえねえかよ、そうかだって車の中に金使っても面白くねえしさ、やっぱこういうものづくりっていうのは何だっけ、いろんな人との出会いもあるしさ、それと何だな、独学でええんとやっぱその試行錯誤の期間があるわけやろ、それプラスこうやって今から工場作るっていう、まだ工場作るだけのそのいろんなあのな屋根屋さんやとかみんな俺のあのブレーンやんかよ、それでちょっとみんなで作らないといけないんだけど、そのプロセスが何とも言えん充実感でさ、それがいいものがドンとできて思ったらさ、そらさそんな面白いことで、ゴルフや麻雀やなんて引いてもね、あっちものがもうバカになる。